ディーンと寝ているポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、はい、でっかい口、ポンちゃん。てるんですよ、ジャン君。はい、ポンちゃん言っており。ポンちゃん。暑いか。こっちおいで。今日は32度まで上がるそうですので、今エアコンを入れたところです。明け方はなんか寒い感じだったんですが、今日が入って暑いです。なんか言ってるポンちゃん。こんにちは。いつも挨拶だけいいんですけど、今、大滝栄一さんの名前出ましたが、ファンとしては近いところ行ってます。ただ、ナイアガラの方ではなくてどちらかというと素朴な方になりますかね、僕の方は。細野晴臣さんをまずやってみます。僕の膝で。これが一番得意な曲なのに途中詰まっちゃいましたね。事情を話しますと、これ買いました。これ450円、フィンガーピック変わってるんですけれども、絶賛、ヒップサウンズで売っております。これ、自分の指のサイズに合わされるのと、あと滑りにくいっていうので、いい感じなんですよ。ただ今までこれをつけて弾いてなかったのにやり始めるとなんと弾きにくいことか。でもこれ慣れないといけないですもんね。おかげで今ちょっとビビっておりますが、先ほどのね、ハッピーエンドの、流れで、弾ける曲を弾いていることが多いんですけど、実際に歌っていたのはスティービー・ワンダーとか、まあジョージ・ベンソンなんかも歌ったりしていたんですね。だからジャズ系とソウル系と、まあロックなどを歌っているんですが、ギター弾けないんですよ、どの曲も。なので、そのうち弾けるようになったらご披露します。ちょっと片鱗だけ、これは南義孝さんの曲なんですけれども、前回ちょっと変わった曲をっていうんで、午前7時の悲劇というのを歌いましたが、今日はブルーズでも歌ってという、めっちゃギターでは弾きにくいんですけれども、ちょっとやってみます。イントロもよく弾けないんですけど、こんなしか弾けてなくて、それでいいよとも思うんですが、
うまい人が弾いたらきっといいんだろうなこれ。もう一つ、本当は、高校の頃にハッピーエンドというのを知って、それが、同級生でですね、めちゃめちゃギターの上手いやつがいたんです。で、そいつがどんどん曲を持ってきて、僕は歌ってればいいという感じで、ギター持たされてましたが、弾くなと、とにかくお前が弾くとリズムが狂うからやめろということで、隣で弾いてるふりだけして歌ってたんですけれども、その彼がですね、すごく軽妙にと言えばいいんですかね、朝寝坊という曲を弾くんです。ちょっとだけ真似しますね。去年の秋にこちらの方に越してきてですね、東京のいわゆる工場地帯の、あたりに住んでました。で、今は湘南住まいでいいんですか、これは。湘南サウンドをやった方がいいんですよね、きっと。というふうにちょっと誤解してましてですね、サザンをずっと歌ってないんですよ。ドラマとかでね、主題歌になっていったり、エリーとかやってたのを、脇目にっていう感じだったんですが、真剣にまっすぐ向かい合ってみようかなとちょっと思っております。で、ベイスターズのファンにはちょっとならないかもしれませんが、ちょっとひねったところから始めればいいのかなと思って、ホタルご存知ですか。永遠のゼロのテーマ、あれね、悲しいんですよ。すげえ悲しいのでやってみます。ちょっと最初がやばいんですけど、愛の歌が途絶えるように。ありがとうございます。